第35不評師団は、ドイツ陸軍の不評師団である。1936年に編成され、主に東部戦線において行動していた。第35不評師団は1936年10月1日、カールスルーへの第5軍管区で編成された。1939年8月末に動員された後、師団は、ライン、川上流域に移動し、 バーデン・バーデン異性の西方の壁に配備された。10月に、師団は移動され、多く予備軍として、ハイルブロン地区に移管された。11月には、ライン川下流へ移送が行われた。12月、師団の3分の1の兵員が、第101警府表士団に引き渡された。1940年5月10日から、西部戦線に参加し、エヴァンウェイマール要塞の北にある、 ヘルツ・オーゲンダート地区のオランダとベルギーの国境の要塞を突破した。師団は、その後、ムース運河、ムースシェルト運河、アルベール運河を横断し、ダイレに到達した。フランス侵攻作戦において師団は、B 軍集団予備軍として配備され、戦闘には参加しなかった。フランス占領後、師団はベルギーに移され、海峡沿岸の警備に使用された。同士団は当地において、 イギリス上陸のための訓練を行っていた。1941年4月末、師団は東プロイセンに移管され、スバウキに移された。6月22日からは、独ソ戦に参加しバルト海国境の要塞を突破、ミンスクの戦いに参加した後、ネマンガはリダを経由して、スモレンスク地域に進軍した。ここで、師団はソ連赤軍の最初の反撃に遭遇し、 大損害を被った。モスクワへの進攻作戦である、台風作戦の始め、師団は、ヤールツェボの南にあるドニエプルを横断し、ビアズマでの戦いに参加しその後、師団は、ボロコラムスク地域の防衛陣地まで前進を続けた。師団は、この防衛拠点を突破し、ボルガ側に進出することができたが、赤軍の冬の攻勢に遭遇し激しい攻防、警戒行動の中で、 師団は、ボロコラムスクを経由して、ガーツクに退却しなければならなかったが、その地域に、師団は1942年の間とどまることとなる。1943年春、ルジェフでの赤軍の前進を阻止した後、師団は、ドロゴブーシュ東部地域に撤退した。ここでは、8月末までオスマドニエプル区間で、激しい防衛戦が行われた。 9月からは第四軍のスモレンスク南方の主張州を超えての退却戦に参加した。プロニャ地区でのさらなる防衛戦の後、1943年10月末にモギレフ地区に移され、1944年6月まで同地区での陣地戦に参加した。6月22日、赤軍による夏季攻勢の開始時に、師団の陣地は突破され、ボブルイスク周辺から西に向かって、 大きな損失を抱えつつ戦わなければならなかった。7月中旬にピンスクを経由してブレスト・リトフスクに到達し、ここで、シダンは再編、補充された。その後、シダンはブレス・リトフスク地域の防衛を担うことになる。9月からはここでも退却が始まり、シダンはモドリンを経由して、ロザンプルトゥスク地域のナレフに戻ってきた。1945年1月中旬から、 師団は西プロイセン地域に撤退しなければならず、グラウデンツとマリエンブルグを経て師団はディルシャを通過し、ダンツヒに入った。師団の一部は船でヘルハンに移送され、終戦時にはそこで降伏することとなった。師団の一部はシュレスビヒホルシュタインに避難させられ、残りの部隊はダンツヒ近郊で赤軍に投降することとなった。ありがとうございます。